土佐日記、木のつらゆき一、1. 帰る先の神、慕う国人。一、船出の準備、心ある人たち、別れを惜しむ。男もすなる、日記というものを、女もしてみんとて、するなり。それの年の師走の、 二日あまり一日の日の、犬の時に角です。そのよし、いささかに物に書きつく。ある人と、あがたのよとせ、いつとせ果てて、例のことども皆し終えて、下湯など取りて、住む立ち寄り入れて、船に乗るべきところへ渡る。かれこれ、知る知らぬお、送りす。 年頃、よく比べつる人々なん、別れがたく思いて、日、しきりに、とかくしつつののしるうちに、よ、ふけぬ。二日あまり二日に、泉の国までと、平らかに、ん立つ。藤原の時寂、ね、船地なれど、沼の花むけす。神、中、しも、えいやきて、とあやしく。 潮海のほとりにてあざれあえり。二十日あまり三日、八木の安りという人はあり。この人、国に必ずしも言いかうものにあらざんなり。これぞ、たたわ屋敷ようにて、沼の鼻向けしたる。神柄にあらん、国人の心の常として、今はとて見えざんなるを。 心ある者は恥じずに何聞ける。これは物によりてほむるにしもあらず。二十日余り四日、工事、沼の花向け死に入れませり。ありとある神死も、わらわまでえいしれて、一文字をだに知らぬ者、死が足は十文字に踏み手ぞ遊ぶ。 二日余り五日、神のたちより、呼びに踏み持てきたなり。呼ばれていたりて、ひひとひ、よひとかく遊ぶようにて明けにけり。二日余り無ゆか、なお神のたちにて、あるじしののしりて、労働までに物預けたり。唐唄声あげて言いけり。 山ある主も、まろうとも、こと人も言いあえりけり。空歌は、これに、え、かかず。和歌、主の神の、読めりける。都を入れて、君にあわんとも者を、腰かいもなく、別れぬるかな。となんありければ、帰る先の神の、読めりける。 白たえの波地を遠く行きかいて我ににべきはたれならなくにこと人々のもありけれどかしきもなかるべしとかく言いて先の神今のも諸共に降りて今の主も先のもて取り交わしてえいごとに心よげなることして いでいりにけり。